ラジオですよね。今日もやっていくんですけどね、今日はね、いよいよクララリーグ開幕ということでね、もういつもね、寝癖ボッサボサなんですけどね、今日はね、寝癖だけは直してっていうね、感じでやっていきたいと思います。ということでね、クララリーグ始まるんですけどね、今日やっていくのはもちろん、ペッカということで、新型ペッカなんですよ。これがね、いつもゴーストで、ね、ここはマジアチャなんですけれども、なんかこう、新しい方のペッカがね、若干今流行っているということでね、やっていきたいと思います。ということで、まだ行きます。宝箱開けてね。ここも開けてよいしょと。そういうことでね、もうやっていくんですけど、今日はね、もうクララリーグ。マジで楽しみですね。もう今ね、こう動画撮って、会社に行く感じなんですけども。もうね、本当に楽しみすぎてね、もう、ここと、ここがもうずーっとね、もう興奮状態なわけですよ。本当にね、心もね、あそこもギンギンといったところであるんですけど、とりあえず、言うのですね。さあ、ここ、スケバレとプリンス。うわー、やっぱそれ。さあ、ここでスケドラ。やっぱね、空に対して強いと。空に対してじゃない。陸ですね、陸。やべえ、これどうすっかな。ダックプリ抑えるか。さあ、行きます。ここでね、ちょっと前に出すことによって、このね、これ、守った後にダックプリからのスケドラの形ができるといったところで、さあ、まあ、こういうところにね、雑魚されてしまうと、次のね、スケバレとかが若干だるくなってしまうので、せいという感じですね。いやー、本当にね、楽しみすぎてね、この、昨日もマジ同じような話したんですけど、3ヶ月間ぐらい、準備期間がありまして、今までのオフシーズンは1ヶ月ちょいしかなかったんですけど、本当に長い期間ね、こう、開けてくれて、で、俺、めちゃくちゃ成績悪かったじゃないですか、勝率 50% 超えなかったんですよ。そうなんでね、やっぱそう、チームの足を引っ張ってしまったんで、ね、その3ヶ月間ね、もう滝修行、もう修行に次ぐ修行ね。さあ、ザップ、素晴らしい。修行に次ぐ修行をね、したんでね、もう完璧ですということで、ここら辺、おー、なるほど。さあ、これ、古城馬場かなこう、プリンを片方の馬場が多分処理してくれると思うんですよね。さあ、OK。いいよ。まあ、ちょっとダメージ食らっちゃったんですけどね。ここはちょっとダメージを食らっちゃったんで。昨日、マジさ、俺もう喋れねえんだ、本当に。やべ。さあ、行きますと。おっと、お前どんな回り方した ?OK、いいね。ナイス。高血ペッカ行きます。よいしょ。やっぱペッカのね、本文は血ペッカにあるということでね。そう。さあ、ここ、ユーナーでぶち込みしていき、さあ、いいよ。さあ、ここですが、若干、こう、エレック出していって、ここ、コチョババいけるな。さあ、速攻でやることによって、さあ、と。ここをどうすんだ、相手。なあ、マジ?そういうことしちゃう?ペカニングがあれ、2発ぐらい、殴らない!さあ、ここどうすっかな。いや、一回こっちペッカ出すんですけど、こっちちょっと怖いっすね、あっちが。やべえ。うっ !OK、この声を出すことによって、数発ね、抑えることができるんですよね。これはね、ちょっと俺だけがやっている秘密の技なんでね、皆さんちょっと内緒にしといてほしいんですけど。さあ、ここ。とりあえずね、コスケドラで一旦許容かなと思ったんですけど、相手がなんか思ったよりガン攻めしてるんで。やばい待って、やばいそれ。ドン一発殴ってくれ !OK! いや、ここは、左右揃えるという意味で。危ねえ。さあ、入れ、うん。いやー、これ、ユーの、攻めユーのからの、エレックですね。入るんじゃないワンチャン。入んね。いや、ここポイズンかな。ポイズン削りしていきます。いや、ここリセット。いいリセット。ナイス。さあ、ここ。工場で。もうね、プリンス級がきついけど、一発きたー。これ、あとポイズンだけですね。さあ、ここで、スケルトンドラゴンね、11レベルなんですけどね。こいつガリガリなんでね、焼き鳥と呼ぶことにしましょう。焼き鳥は本当に骨と皮しかないといったところでね、定評のある男なんですけど。さあ、ここ、ペッカ。いきます。ここはもうポイザップ間に合いそうなんで、ポイザップぶち込んでいきます。さあ、
こっち大丈夫ですね。こっちだけですね。抑えるのは。はい、グッドゲーム。まあ、焼き鳥ちゃんのね、活躍もありつつも、ここね、まあ、まあ、若干11としてね、低いんですけど、レベルとしては。まあね、ダックプリとか結構こう、受けが強化されたんで、まあ、プリンスとかも受けれるし、こうね、ゴーストだと攻撃には特化してるんですけど、防衛にはあんま使えないんですね。そう。なんでまあ、ダックプリ1コスト上がったことによって、こう、守りもね、攻めも、まあ、盤石になるっていうことでね。さあさあさあ、ここ、ダックプリ走らせることによって、この落ちた時に、バコンって全部殴ってくれると思うじゃないですか。殴らないんですよ、これ。実は。結構ね、必要な知識なんですけど、これ殴ると思って殴らないっていうね。さあ、ここポイズン打っていきますねー。さあ、ただ工場に当たらなかったのでかいが、いやー、星強すぎ。うわー、これしかもポイズン打ったのに、あいつ逆行くんだもんな、マジで許せねえっすよね、みんな。いてー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 って、マジで。さあ、ここ考えろ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 、なんもわかんないっていう感じなんですけど、本当に今ね、ナイトと、そして奉仕。いや、そこら辺が出てきたんですけれども、さあ、ここ。いやー、これは、ダックプラーで。素晴らしい。さあ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 、そして、スケバレが相手の主な攻めなのかと、重攻めなのかといったところなんですけど、これ、白ゲカーですね。白ゲカーの香りがしますね。なので、ここ、やって、ナイトが多分来ると思うんで、さあ、ポイズン。いや、いいっすね。悪くない。ナイスよいしょ。じゃあ一発一発一発。まあ一発ぐらいならね、せいせいせいといったところで、さあ次にね、ここにスケバレが来ると思うんですよ、僕的に。僕的観測からすると来ないですね。はい。あ、これ出さなくてよかった。これスルーでしたね。これナイトで受けられて、スケバレ来るんで、お？来ない派？来ない派の人間ですね、これ。ここにね、早めに出してあげることによって、こう、落下ダメージを入れずにね、エレキで処理することができると。まあ、結構こう、スケバレには、落下した後に、こう、エレキとかザップっていう、こう、イメージがね、結構根強くね、根強くついてると思うんですけど、そんなことないですね。割と、割かし。さあさあさあ。これ、タルババか、なんだろう、やりゴブかなーで受けられると思うんですよ。なんだ、こう、ザップ。やべ、間違えた。間違えちゃった。これはさすがにエレキ。もう一体ユニットとかいるときは結構際どいですね、あの受け方は。さあ、ここケツペッカしたいですね。さあ、ただケツに出すと俺もケツが出しちゃって結構こう放送上危ないことになっちゃうんで、あんまやっぱ俺のケツそんな見たくないじゃないですか。なんでね。さあ、ここいやー、ここどうすっかな。いやー、これダックプリ攻めにつけてエレキ防衛でよかったな。さあ、ここいきます。ファイブ食っかな、これ。さあ、ここね、受けてあげることによってこのね、残りカスを食らわないという素晴らしい。さあ、ここ頼む、ユーノ、ユーノお前気合が足んない足んない、全然足んない。さあ、ここスケバレが来るかなと思うんで、はい、スケドラ出していき、いやー、レベル低いっすね今の。さあ、ここポイズン出していって、焼き鳥いけ、焼き鳥頼む、お前の力で、お前の力で。いやー、もう弱すぎあいつマジで。今日会社行ったら芝居ときますね。さあ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 、やばい。これギャング、いや、いいいい、めっちゃいいめっちゃいい。こうやりゴブからのかわしていく。いや、いいよこれ。いやー、これレベル高かったな。いやー、待って、これはペッカいきます。さあ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 、ホウシちゃんが来ると思うんで、ここにね、ホウシくんが、ホウシくんじゃなくてね、ホウシくんですね。さあ、ここエレキで受けていきます。来た、ファイブ切った。こうスケダーラ、スケダーラで、スケダーラダーラーって、やべ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 、あー、もうこれ終わった、落下とファイブで終わった、最悪っすねこれ。
まあ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 。切り替えていきましょう。このペッカね、使えるかなと思ったんですよ、リーグで。多分ね、使えないかもしれないですね、もしかしたら。でも、リーグでね、こう、前シーズン、ペッカ一回も使わなかったんですよ。そう。なので、こう、使ってくださいっていうね、声もね、結構あったんですね。なんで、まあ、仕上がり的には、このペッカじゃなくて、ゴーストマジェスの方が結構得意なんでね、あっち使えるんですけどね。今、トリトンとロイジャイに絶対勝てないんですよ、あれ。そう、絶対勝てないんで、もうちょっとね、あの環境マシになったら仕上がり的にはね悪くないんで、ペッカもね使うかもしれないということでね、あの皆さんペッカを使う姿もね期待していただければと思うんですけど、ここねあのプリンとだいたいこうなんかアイゴレ施設なしなんですよ。だいたいこうプリンとやつらが入ってるんです。だってこうやってやってあげることによって、さあ細かいのが、おババ全然ちげえ。なんかプリンとホグが入ってるのって、こう大砲とかボムタワー入ってなくて、あんまりこうアイゴレとかそういうミニペとかね、あとギャングですね、そういうのが多いんですけど、なんかちょっとちゃうっすね、こやつ。おめっちゃいい、今のね、まあ裏に来るの分かってて、俺こうやって今出したんですよ、ダックプリを。そうすることによって、このね、素晴らしい、このノーダメ完封、今の攻撃、ノーダメで守ることが俺以外いますか？ノーダメで守れる人。いないですよね。そうなんです。さあ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 、ここはスケドラで受けていきたいが、騎士タイガといったところで、さあ行きます。さあ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 、こんなことね言ったら岸さんに怒られてしまうかもしれないですけど、さあここホグですね。やべえ、これエリがというか手札が終わっちゃってましたね。これいやー、これザップっすね、さすがに。いや今のザップいらないですね、反省ですね。二度と出します、今のザップ。さあここでバレルが来てグッドゲームといったところでね、あの俺の夏終わりましたね。さあここでバレル投げてこないのはありがたい、ありがとうございますと、お礼も言いたいところですが、煽りになってしまってね、負けた時遅延煽りされかれないんで、ここは一回ステイということで言うので、ね、待っていきます。さあ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 、この辺ね言うのでこうやって押さえてあげることによって、ニンニンと、はい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 。でしかもスケドラステパしてこう1体を攻撃、1体は2体攻撃です。はい、あの独特なねスケドラということで、さあここペキペキのペキちゃんでいきます。さあ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 、ここダックプラ全然低めに受けることによってね、こいつ体力高いんで、ゴーストとかユーノみたいにひ弱じゃないんでね、まあ男の子なんですよこの子なんでね、やっぱひ弱じゃないということでね。さあ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 、このめり込み、このめり込み、いやーそれ忘れてた、もうダメっすねこれ。いやー頼む、焼き鳥ちゃん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 頼む。来る、うわーそれはうまい、それはうまい、いやさっさと出せばよかったか。スケドラ13でまた出直してきます。とりあえずこっちでやりましょうか。勝てなくてカリカリしてきたんで、ね、さあ行きます。さあここはスケバレスケドラが来るんで、まあ、ね、ババ小屋にはハシマイペッカがいいってね、僕の辞書に載ってるんで、ババ小屋にはねハシマイペッカしてください。これやべえと思うじゃないですか。ここをババ小屋コジョババでね逆再誘導するんですよ。そうするとあら不思議、うわーエリゴレのしかもババ小屋しかもレイジ、ババ小屋でしかもレイジが入ってるパターン。さあただここはやつをね使ってあのキング起動することができるので、こういうのですね。あっ、さあいきます。いやーここ、いやー一回行ってもいいんですけど、行きますか。さあスケドラが来るんで、こうポイズン打っていきますね。アンパイアンパイと、さあ行きます。さあただこいつはねポイズアップでヒースピで回復されても死ぬんでね、そうこれは
知識として蓄えておきましょう。さあここはエリゴレが相手持ってるんで、こうペッカを使った後にエリゴレが来るかもしれないということでね、若干警戒していきたいと思いつつも、ホゴーソ縛っていきます。よいしょ。さあ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 、ここをどうすっかな。多分守れないんですよね、これ。ぶっ詰められるんで、もう1枚最低ぐらいのとこで工場だけ行きますか。多分ここ守れないんで、エリアと取られたね、ケツエリゴレって。しかもレイジとか入ってるんですよ、あいつ。なんで、トルネレイジかな、多分。っていう感じもするんで、ここね。さあさあさあ、ここでペッカをしていきます。よいしょ。さあ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 。こうしていっていくことによって、あんまりね、こう、ユニットが残った状態で作ることができるんですね。これさ、ワンチャンいけないかな、すべて。これペッカーで抑えていけると思うんですよね、俺。20秒か、あと。いや、ワンチャンあるぞ、普通に。ここおられるんですけど、いや、これキングごといける、キングごといける。いけ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 。よし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 。来た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 ー。あ、やべ、間違えた間違えた。こっち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 。今のはね、まあ、コミュニケーションといったところで、最後に、グッドゲームって、帳消しにしていきたいと思います。ということでね、今日はこんな感じで終わっていくんですけどね、今日からね、リーグ始まるんでね、まあ多分メッカ使わないと思うんですけど、皆さんね、期待していただければと思います。ということで、今日はこの辺で終わります。また次の動画で会いましょう。バイバイ。応援してください。よろしくお願いします。